ございます。小林食品の渡辺です。今日も元気に削っていきます。今日はカツオ薄削りの破砕品です。主に料理のトッピングとして使われます。特に注意するポイントは鼻の腰です。主に料理のトッピングとして使われますので、料理の上に乗せた際、破砕の形状がしっかりと残るように粉っぽくないコシのある破砕にしていくことが大切です。今日使用する原料は国産のカツオ荒節です。サイズも大きく、硬さもしっかりとあり、コシのある大きな花が削れそうです。次に花の厚みを確認していきます。狙う厚みは40ミクロンです。40ミクロンぴったりです。コシのある透明感のある綺麗な花が削れています。次に水分の確認をしていきます。15% ぐらいに仕上がっています。ちょうどいい水分です。最後に花の形状を確認していきます。粉っぽくなく、破砕の大きさもしっかりとあり、綺麗な破砕に仕上がっています。小林食品は絶賛稼働中です。ありがとうございました。